ゆずきの月刊みっこ、改めまして今月のゲストは浜田翔子さんです。はい、浜翔子と浜田翔子です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先月の記事企画で浜翔ちゃんに私講談のためにセクシーな特技をいろいろと考えていただきました。今回は動画ということで浜翔ちゃんにね、開発していただいた特技を実際に皆様に披露させていただこうと思います。ゆずっきーセクシー特技を披露するの巻。それでは実際にセクシー特技を披露していきたいと思います。はい、当番組は海っ子でございますので、セクシー特技は海物語の各演出になぞらえて披露していきますので、よろしくお願いします。お願いします。ててでもやっぱ足があれなんですよね、一番推しなんですよね。ちょっと足を長く見せる。で結構椅子のほんともう一番端まで来て、なるほど、とか結構ちょっとつま先をこうふっ、あ、そうそうですとかすると足長効果。なるほど。きつい？きつい。つま先ね立てると釣りそう。辛いですよね。おばちゃん釣りそう。おばちゃんって。ててて。他なんかやりますか？他は海になぞらえた。お尻的な。お尻的な。あ、いいじゃないですかそれ。足もちょうど。お尻付きの方のためにお届けしておりますが、いいじゃないですかちょっとこれ、このカーブ海にあればゆずきカーブ海物語であればいいですけど、あ、きつめっちゃ筋トレ変なとこ痛くなりそうなね。あてててあ、じゃあもうマリンちゃんリーチやったらいいんですか。上からマリンちゃん降りてきて、こうやってやるかな。下から出て、下から全部。これが1段階。これが1段階で、次が2段階。ちょっとこれが意外に辛い。で、次がこう足？で、足出てブルブルチャンスしますか。ウリンちゃんのブルブルチャンス。別にいいじゃないですか今。されたら全部それ。怖い。ブル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 。全部返しは得意なポーズは？ブル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 。やばいやつじゃないですか。好きな食べ物は？ブル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 。出てて。ウリンのブル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 。めっちゃいいです。すごい。海を見てどう思いますか。ブル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 。久々の海。ブル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 。でもウリンちゃん結構来るでしょ。ブル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 。ブル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 。でてててて。いかがでしたか。セクシー特技を披露してきましたが、はい、今後どうなんでしょう。率直に。そうですね、ゆずっきーの初めてのところを今回見れたのですごい良かったかなって思ってます。感想、はい、いいですか。はい、疲れたね、さっきもういろいろね、ところがインナーマッソがインナーマッソインナーマッソが大変なことになってます。エンディングで聞くのもあれなんですけど、はい、まあ、特技あります。特技ウィンクとかですかね。あららウィンクですね。いいじゃないですか。ウィンクできるんですよね。ウィンクやってください。これウィンクらしいです。あのゴミ入ったかなみたいな。本当に嘘。あ、頑張ってる。すごい頑張ってます今ゆずっき。じゃあ、はい、お願いします。どれがいいですか。あれもじゃあ今これやりました。ありがとうございます、はい、ということで次回も月刊みっこお楽しみください。浜翔ちゃん来週もよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。それではまた来週バイバイ。泳いでる風できますか。バタバタ、あ、きつっ、きつっ、これ背筋持ってかれるんですけどどうしよう。次回ゆずっちの月刊海っ子は、いつから海行ってないんだろう。私山梨じゃないですか、はいはい、いや海ないんですよ。
ご期待。